ホンダ、アロンソへのインディ500エンジン供給を拒否。ホンダはフェルナンド・アロンソがアンドレッティ・オートスポーツから2020年のインディアナポリス500マイルレースに参戦することを拒否したとレーサーが報じました。アロンソはすでにアンドレッティ・オートスポーツと合意に達していたと言いますが、アンドレッティがホンダに最終承認を求めたところ、ホンダがこの契約を認めないとしたと言います。これについてアンドレッティおよびホンダから正式なコメントは出されていません。はい、神様ノーが出ました。はい、はい、まあだから言ったじゃんっていうところですよ ね、もうアロンソ今水ザッターンかぶってますよ。おじさんしか分かりません。それが分かったということはおじさんです。ギリギリです、ギリギリです、はい、記憶の片隅にあるぐらいです、ね、はい、まあね、アンドレッティ側からは、はい、あのちょっと楽観的な、ね、うん、コメントも出てましたけど、はい、まあただの楽観主義だったということですよね。本田さん大丈夫ですよねって言ったら、いや大丈夫じゃないですけどって言われて、まあまあほなんかほあの北米の本田も、あ大丈夫じゃない、まあ、うち的にはやりたいんだけどさ、もうやろうよって言ってたんだろうね、うん、で本社に確認したら、うん、何言ってんだろうって言って、そうっすよねみたいな、ですよね僕もそう思ったんすみたいな。まあ上に言われたらね、サラリーマンみんな欲しいんですから、まあ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 、まあ、うん、それに従いますよね。まあここまで来たらもう無理でしょ、もうやりきるでしょ本田さんも、はい、ノーで何が起こっても、はいはいはい、うん。もうちょっと早めに確認しとけばよかったのにね、ここまで来る前に。そうだよね、こんだけ F1 ライフチャンネルでも言ってあげてたのにね、うん、見てなかったのかな。だからまあまあもう、だからもうシボレー陣営で勝てそうなチーム、ペンスキーしかないですけど、ペンスキーだってもうだってシートの誰かの奪うわけでいかない、それはもう絶対ないですよね、まあ、ペンスキーはみんなチャンピオン狙ってるし、そうだよね、インディ500はポイントボーナスつくから、うん、チャンピオン狙ってる人は絶対出ますから、うん、そうだよね、うん、あんな一元さんのシルバーじゃないもんね、うん、まあ4台でやってるんでそれ以上加えるつもりはないと言ってますし、うんうん、まあちょっとね、うん、本当にインディ500で勝ちたいんだったら、うん、アンドレッティに乗るしかおそらくないと思うんで、なるほど、本田に謝るしかないですよね。ああそうだね、今更やって間に合うのかどうか分かりませんけど、うん、まあ、この間のだからね、うちのチャンネルでもお伝えしましたけど、うん、GP2 エンジン発言は後悔っていうのは、うん、もうおそらく謝ったつもりだったんですよね、あれでね、うん、これで言っとけば、うんうん、多分許してくれるだろうってことで、多分アンドレッティから言われてたんでしょうね。ちょっといや、アンドレッティもやっぱ知ってたらしいんで、その、うん、アロンソとホンダの問題は分かってたらしい、まあね、一回断られてるから、うん、だからまああの、うん、ちょっとアロンソちゃんさ、ちょっとなんかどっかで言っといた方がいいよ、うん、言ったんでしょうね。だから F1 レーシングにちょっと動いてよって言ってインタビューやって、うん、後悔してるって言ったんですけど、あれでまあみそぎは済んだと本人的には思ったんじゃないですかね。いやいや済まないでしょう、うん、だから、うん、そもそも論で誰が悪いの、うん、っていう、あんたでしょっていう、まあ、そこまでだからよく分かってないんですよ、うん、彼は、うん、だからやっぱりその本人が謝らないと、うん、どんだけ偉い人が出てきてもそれは謝ったことにはならないわけですよ。まああのね、ドライバーとしてはやっぱ有能だし、あのすごい才能だから、うん、まあ、2017年にねポンと乗っていきなり、うん、もう勝つじゃないっていうところまで行ったわけですからね、うん、だからあの時実はインディーでホンダの総責任者やってたのが田辺さんだったわけですよ、あ今のテクニカルで、はい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 、だから田辺さんはアロンソの走りをもう目の前で見てるし、うんうんうん、その技術的なやり取りもしてるから、うん、田辺さんもアロンソのことはすごい高く評価してるし、うん、まあ、アロンソも田辺さんに対してはすごくなんかフレンドリーだったんですよ2018年とか、うん、ああなるほどね、うん、だけど、まあ、その技術者的に彼のことはすごくみんな評価してるけど、うんうん、やっぱりそうじゃない人たちはふざけんなってやっぱなってるんですよ ね、だからそこの多分温度差が彼はよく分かってないんだと思うんですよね、うん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 、困ったもんですね、困った、うん、まあね、あのマクラーレンも今年インディにフル参戦するんで、うん、インディもマクラーレンから出るっていう手もありますけど、うん、まあ、それをやった2019年は予選落ちですからね、インディ
あ、そうかそうか、出たんだっけ。そうです2017年はね優勝目前まで行ったんで、よっしゃーと思って2019年マクラーレンで、うん、シボレーで出たら予選落ちですからね。なるほど。それでチーム力のねやっぱ必要だっていうのも彼は分かったんでしょうね、うん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 、まあドライバーとしてはいいドライバーですから、うん、車がいい悪いはもうすぐ分かりますからね。なるほどね。アンドレッティこんな走りやすかったんだって全然違うじゃんっていうのが分かったんでしょうね。だからその4チーム、うん、3チーム4チームしか勝てないっていうのはその時点で分かったでしょうから。ああなるほどね。でシボレーでって言ったら1チームしかないってそんなあれみたいな、うん、じゃあもうちょっと今年は諦めるか。まあだから本当もう青山に来るしかないね。そうですね、うん。じゃあ来るときはちょっと山本さんから事前に教えといてもらって、アロンソがバー入ってくるところをこう盗撮してガーってアロンソ来ました来ました来ました、アロンソが来ましたっていついつ来るからさ、おめでこれっていや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 聞いちゃったら行きますけどオフレコですか、別に何日に来るとは僕らも言ってませんっていうね。あ、そうかそうか、そうそうだ、ね、たまたまいたら食べちゃったっていう。たまたまいたら、あ、そうだそうだ、たまたまサンドイッチを食べに来たんですよっていう、うん、でたまたまちょっと裏の通用口のとこ見てたら来たんですよ、うん、誰かいないかなって、うん、誰かね、せっかく来たし誰かいたら話聞きたいよね、うん、と思ったらあれって坊主じゃんみたいなそう、あれすごいね、坊主でヒゲも全部剃ってきてたら、うん、そこまでしたら多分 OK だと思うんですけどね、日本的には。そうだね、多分カメラの前撮っても多分気づかないんだろうね、こっちもね最初、うん、えさっきのみたいな、映ってたかなみたいな坊主でひげ剃って土下座したら、うん、多分いやいやちょっともう頭上げてくださいってなると思うんですよね、うん、あいつなんか絶対乗せねえって言ってた人たちも、うん、まあまあちょっと、うん、ちょっと頭上げてくださいよみたいな、うん、まあまあそれいいんですね、うん、はいみたいな、それでも乗せないって言ってほしいけどまあでもそこまで絶対言わないと思う、そこまでなるほどね、うん、まあまあ、アンドレッティじゃねえや、アロンソさんね、ご愁傷様という、はい、そういうニュースなんですか、はい、ニュースでございました。ありがとうございました。